アナキンだ。カールちゃん、カールちゃん、どこ行くんだよ。何してんだい。このね、電動キックボードで遊ぼうと思ってたの。うわー、確かにかっこいいね。かっこいいです。かっこいい、かっこいい。いいね、黄色がいい感じじゃないか。乗れません。乗れませんね。遊びたいのに乗れません。乗れない、乗れない。確かにかっこいいな、これ。ちょっと動かしてみよう。動かすっていう意味がちょっと違うけど。はい、電気つけたり消えたりします。ほんとだほんとだ。暗いときは見えるんだろうね。じゃあつけた方がいいんで。暗いときは見えるんだろうね。いや、つけてよ。もう壊れるわ。いやいや、ちょっと待って、カルちゃん、そんなことよりもキックボードで遊ぼうよ。キックボードで遊ぼう。なんか違う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 待ってたからちょうどよかったよ。違うんだ、カルちゃん。俺は見たんだ、夢で見たんだ。夢かよ。夢だ。夢ならいいわ。どうでもいいわ。夢だ。あ、いや、夢かな。ちょっとまさ夢になる可能性もあるし、夢じゃないかもしれないしね。夢は全くないんで、うん、夢じゃない可能性もある。ご了承ください。バイバーイ。聞いてくれ、ちょっと待ってくれ。ちょっと待ってくれ。ちょっと待ってくれ。早いんだよ、だから。待ってくれ、カールちゃん。待って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 、追いかけっこだ。あれ、いけない。違うんだって、カールちゃん。俺は確実に見たんだ。何を。夢を。だからもう夢はいいって。どうせくだらん夢なんでしょ。違う違う、バイバイ。ちょっと待って、どこ行くの。お、現れた。で、聞いたんだ、なんか卵があるらしいんだ、あの伝説の卵が。あ、そう。その場所に行くためにもやっぱり冒険の格好をしないと。どこ行くんだよ。僕が聞いた情報ではジャングルらしいんだ。だからジャングル用の格好をね、ちゃんと用意しといたんで、それに着替えてもらえる？うん、いいよ。それがこちら。じゃん。何この T シャツ、どのジャン。今からジャングルに行くんだぞ。後ろ向いて、後ろ。何？ブル。あっち。あっちだ、あっち。怖い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 。イエーイ、こんにちは、ミツバチさん。いやいや、そっちじゃなくてね、ハチも喜んでるこのジャングル T シャツで。バイバーイ。走りかけよう。なんかプレゼントが降ってきたけど、まあこんなのは無視だ。おい、ま、どこ行ったよ、カルちゃん。こっち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 。ハチさん。カルちゃん、カルちゃん。どこ行った。あれあれ。はい、ということでジャングル T シャツです。バイバイ。もっとちゃんとしたのないのか。わかりましたよ、わかりましたよ。せっかくジャングルしようと思ったのに、ぐる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 ジャングルぐるぐるジャングルぐるぐるジャングルぐる。ジャグジャグなってるじゃん。うる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 って。ジャグ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 。ダサいけど面白い。面白かった。あ、よかったよかった。それじゃあ着替えてきます。どこ行くの。家でしょ。はい、じゃあこれで行きましょうか。なんかそっちさ、ちょっと違くない。そっちも違くない。うん、だってこれは私が渡されたやつじゃないんだもん。ちょっとほら、長袖を着てますから安全ですよ。まあね。よし、これでジャングルに行きます。畑行きましょう。畑に行くんじゃない、ジャングルに行くんだ。僕を育てましょう。育てるんだね。違うって、だからジャングルに行くんだよ。うん、道具揃ってるかな。よし、早速ジャングルに出発。行こう。どうやらここがジャングルみたいだね、カルちゃん。だいぶ奥に来たみたいだ。ここ家じゃないの。いやー、ジャングルだ、きっとここはジャングルだ。家じゃないの。ジャングルの奥に多分俺が見た。家でしょ。だからもう聞いてよ。大丈夫、カルちゃん。ん、ここはジャングルだよ。ジャングルの奥に多分俺が見た伝説の卵の壁画があるらしい。だから絶対さ、違うから。なんて無理。心して探りに行くぞ。なんで、気をつけろ。もう走ればいいじゃん。どこにある。まだ奥があるのか。そう、一体何回も終わらせられる。何周すればいいんだ。あー、一生は。気をつけろ。ジャングルの奥には何があるか本当にわからない。危険なこともあるからね、気をつけて。カルちゃん、やばー、大変だ、危ないぞ。みんな、みんな、みんな手伝いだけど、みんなどこ見れば。気をつけろ。この中に入ってる。大丈夫か、これ危ない。こんな野生のクモが。
生じゃないよ。こんなところにあったら野生じゃないよ。危険すぎる。野生じゃないよ。ってジャングルだ。恐ろしいな。野生じゃないし、家だからジャングルじゃないわ。とにかくここは危ない。こっちの道に行こう。しかしこのジャングルといえばやっぱり神秘な場所だよな。一体何があるかわからない。神秘ではない。神秘の場所。あ、なんだあれ、おっかちゃん。マイクだ。マイクがある。あ、このジャングルにはマイクが。すごいジャングルだ。もう謎だ。聞こえてますか。このジャングルには一体何があるか全く見当もつかない。家だから、あんな家だ。もうやめろ。遊びはやめてよ。きっとこのジャングルは不思議だらけだ。もっと奥に行こう。だいぶ日が暮れたね。さまようこと3時間。3時間いや、もう3時間どころか3時間だ。いや、3時間経ってなんでこんな真っ暗になってんの。真っ暗になっちまった。あのさっきまで何時だったか知ってたの。何時だったんだろうな。知らんかったね。とにかくここで一回。君本気かい。まず火を起こそう。なんで家なのに焚き火本当にすんの。よし、ちゃんと食べ物を持ってきたから。あれ、何もできない。あー、ついた。よし、軽っ。ご飯をね、これで炊くんだよ。火にならない。火事大丈夫だよ。ここはジャングルだぞ。ジャングルじゃないって。家だから火事になっちゃうよ。さあ、ご飯ができるまで待とう。イエーイイエーイ。お腹空いてない。3時間しか。だってずっとここで穴木縄ただただ歩いてるだけで、私はただぼーっと歩いてるだけだから疲れてないし。粉持ってきたよ。え、食べ物持ってきてくれてる。うん、これだよ。おお、バキ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 。え、そっち食べるなよ。バキバキバキ。ちょっとケーキ後でにして。ご飯はもう一生炊けないんだ。一生火にかけておく。よし、じゃあお腹もいっぱいになったし、とりあえず寝よう。なら寝袋寝るわ。お、カルちゃんもちゃんと寝袋持ってきたんでね。ね、なんで寝れないの。ちょっと場所が悪かったみたいだ。ふぅ。あ、動いた。ちゃんと俺も寝袋を持ってきたんだ。寝袋でね、それ布団でしょ。さあ、明日も早いし、寝よう。よし、朝だ。さあ、出発だよ、出発。寝てなかったでしょ、1分しか寝てなかったでしょ。さあ、キャンプ、さあ、もう全部おしまいだ。行くぞ、カルちゃん。はい。冒険はまだまだ。やっほー。長いからね。やっほー。やっほー。遊んでるやん。いつまで経ってもこのジャングルは終わりがないのか。さすがに喉がカラカラで死にそうだよ、カルちゃん。ここ家だから水ぐらいあそこの部屋から持ってきたらいいじゃん。あ、カルちゃん、よかった。このジャングル絶対穴開けないの。ウォーターサーバーが置いてある。俺たちが来た場所は便利なジャングルだったみたいだ。助かったぜ。どうやって飲むの。ああ、ごくごくごく。どうやって飲むの。カルちゃんも飲んどきなよ。なんでや。こんな便利なジャングルなかなかないぜ。イエーイ。便利なジャングルでほんとよかった。水を出します。よし、喉も潤ったし、とりあえず進もう。はい。あ、カルちゃん、ん、よく見たらあっちにも部屋がある。いや、さっきから見えてたでしょ。部屋というような部屋じゃない、奥がある。よし、部屋って言ったな。もうちょっとこのジャングルの奥に行ってみよう。こっちに行こう。急ごう。え、暗い。何ここ。なんだここ。これだよ。ヨッシーの卵の絵だ。そうだ、俺が見たのはこれだ。ヨッシーの卵だよ。卵の壁画だよ。だから卵。なんでジャングルのところに浮いてんの。普通はないって。ねえ、もしかしたら卵があるかもしれないってことじゃないのか、カルちゃん。この中に入ってるのか。もしかしてイースターのこと。イースター。卵って言ったからイースターかと思ったんだけど違う。卵、イースター、何それ。なんかやってんの今。そうだよ、イベントでね、うん、卵を集めるイベントなんだよ。卵を集めるイベント。うん、そんなのやってたの。それで家具を作って全部作れたらウサギからご褒美をもらえるんだよ。それでなんか卵の夢を見てたのかな。しかもそれはすごいプレゼントらしいよ。じゃあ早速その卵を集めに行かないと。うん、
ヨッシーの卵じゃないじゃん。なんか変な夢が混ざったんだな。あ、じゃあジャングルも関係ないってこと？そうそう。なんだ、じゃあ電気つけるわ。家だった。だってこれ俺家だもん。言っちゃった。じゃあ今、なんだ、エッグを集めるイベントやってたんだね。そうだよ。どんな場所にあるか知ってる？そういうことか。通りでなんか卵の木があるわけだ。ここも。じゃあ早速卵をどんどん集めよう。全部揺するよ。よし、どんどん集めるぜ。取るね、取るね、取るね、卵取るね。穴開いてる。え、もしかしてここにも？そうだよ。マジで？でも化石が入ってる時もあるから、卵とは 100% ではないよ。そんなことまで知って。お、卵だ、やった。地面卵見つけちゃう。ここはやったぜ。化石、化石でした。すげえもん。卵じゃないですね。ちょっと待って、カルちゃん、見て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 、これ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 、何これこれ、何、お金が鳴ってるよ、木に埋めたの。お金の鳴る木、お金の鳴る桜の木、埋めたの。埋めた。埋めたの。よかったね、鳴ったんだ。鳴ったんだ。早速取ってみよう。ない、1万ベル。9万9千ベル。1万ベルいただきます。3万ベルですよ。やったぜ。卵より嬉しい。あとこの岩を壊したら出てくる先。マジか。ちょっとやってみます。じゃあ後ろに穴を掘ってね。そうですね、このやり方はもちろん知ってますよ。いきます、いくぜ。お、卵出た、卵出た、卵出た。な、8回やんないとな。卵が3つ持ってた。やったやっべ、卵拾う、卵拾う、いっぱい出るね。ねえねえ、魚を釣ったら卵の時があるんだよ。魚を釣っても卵？このサイズはなんかちょっと卵のサイズと似てるから、多分これは卵だと思う。おー、ほら。関係ないことしてる。卵じゃない、田んぼだ。関係ないことしてる人がいるよ。釣りはカルちゃんが得意だからね。頼んだよ。はい。見えない。カルちゃん、ちょっと待って。風船来てる、風船。今、風船。それどころじゃない、それどころじゃない。うぅ、おぉ、長靴。長靴。取れたの？どこだ、うぉ、イースターエッグ入ってるやつ。それか、卵の時もあるから。オッケー、卵、おぉ、卵だ。やりました。空飛ぶ卵。よし、じゃあどんどん取ろう。あ、例えばこの木を叩いても出てきたりする？そうだよ。やっべ、木叩きます。どう、卵出てきた。あ、出ない。いくぞ。あ、出ない。これは出た、出た、出たよ、カルちゃん。うん、やった。よし、じゃあ次は釣りだね。うん、釣りだ、釣り。さあ、魚も卵。あれ、魚卵かな。なんか大きいね、あれ。もしかして。頑張れ、カルちゃん。来たよ。どうだ。いやー、重い。でか、おお。でかいの釣ったね。うん、よし、卵じゃない。卵を探しに行こう。うん、卵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 がいる。卵、卵、卵がいる。あれ、卵かな。ちっちゃいの卵じゃない。あお。ちょっと大きめじゃないと卵じゃない、ね、ちょっと中くらいぐらいのやつ。なるほど、どうしても卵が欲しい。大きくて小さい。ここら辺にあるかな。いないな。いた、いたいたいた。あれだ、あれだ。よし、来た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 。ほいや、やった、卵。やったね、何使おうね。卵釣り上げた。よし、風船も来てる。任して、風船は任して。よし、生き残しないようにね。あれは卵風船じゃないっぽいね。違うよ。もしかしたら何かいいものがゲットできるかもしれないしね。可愛いものだったらいいな。いきまーす、風船に当たっ。そこちょっと後ろすぎ。オッケー、関係ない。いいな、桜のポシェットのレシピを覚えた。あんまり関係ないけ ど、でもまあ桜がいいよね。どんなの。来た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 。オッケー、卵ゲット。ねえねえ、桜のポシェットってどんな？あ、かわいい。か
かわいい。ちなみにカルちゃん、卵を集めたら何か作れたりする？作れるよ。作れるんだ、やっぱり。何が作れるの？集めた卵で作ってみよう。じゃあ私の卵も。よし、ありがとう。よし、じゃあこの卵を使って作ってみるね。うん、いろいろ作れる。すごいね、いっぱいある。これは靴とかも作れるんだ。うん、服から作ってみる。服もあるんだね。あと時計もあるよ。どんなもの作ったの？よし、ちょっとね、たくさん作ったんで家でお披露目しましょう。うん。その壁紙のままでいいの？じゃあこのジャングルの部屋で。嘘だよ。いや実はね、ちょっといいのあるんですよ。へー。おいおい、どうですかこれ、ピンクの部屋。すごいな、桜が散ってる。すごいね、さっきのジャングルとは一変しましたね。いいね。私はこの壁紙とか床が好き。はい、そしてできました、この服。あの毛長すぎたらおかしい。たまけなです。たまごちゃん。そっちじゃたまちゃんで。なんでよ。カルたまちゃんですね。いや、いいね、いいね、いいのかこれ。私はいいと思う。あとね、まだちょっと少し作れたんですよ、家具が。さあ見せましょう。うんうん、おー、かわいい。はい、これがテーブル。はい、桜の木であんま見えないけど。これが時計ですね。これ12時になったらさ、卵の部分がパカッて開くんじゃない？ピッポーって。そうそうそう、すごいね、見てみたいもんです。うん、そしてこれ、卵。ベッドだよ。卵にしか見えないね。おー、しかも2人いけるやつ。寝心地はどうですか？まあまあ、まあまあ、ああ、二人いけるやつだ。卵をベッドに寝て、監視カメラで監視されると。しかも非常口あったし。非常口でさっき。なるほど、こんなイベントをやってたんだね、今日は。痛いわ、なんかちょっとこのベッドね。ちょっとボコボコしてて寝にくいね。すごいや、じゃあこれもう卵集めまくんないとね。うん、あ、私のところもさ、いっぱい家具作ってるから見に来る？そうなの？うん、あの、カルちゃんの幸せ島？マジで？もうたくさん集めたの？そうだよ。わお、俺がヨッシーの卵とか言ってる場合じゃなかったんだね。早速行こう、カルちゃんの幸せ島、行くよ。非常口。待って、非常口から出てる監視カメラで大役だ。さっき監視カメラに怪しい人が映ってると思ったら、俺だった。そんなことはどうでもいいんだ、カルちゃんの島に急ごう。違う、自分だったんだ。ふう、ここがカルちゃんの幸せ島かい？ようこそ幸せ島へ。いや、意外とね、幸せ島来るの初めてだよね。いやー、すごいな。どんな感じ、どんな感じ？その卵のやつがすごいいっぱいあるんだよね。そうだよ。それを見せてくれよ。うわ、まずこれ、まず玄関。玄関から卵じゃん。そうだね、すごいな。ちょっとシラフが置いてあるけど。そうだね、ここで一休みするか。いいよ。こうやつんでたらもう卵だな、俺。もう卵にしか見えない。ちょっとここに。ただの卵じゃねえか。あったから。もしかして卵じゃないんかー。化石だ。風船来てる。本当だ。あ、卵だ。卵風船来てる。やったね。卵ゲット。よし、じゃあカルちゃんの家にゲット。じゃあ入ろう。ゲット。ゲット。あ、チョースや。おーい。うわー、ここがカルちゃんの部屋。そうだよ、音楽もつけてるでしょ。すっげー、かわいい音楽流れてるし。うわ、すっごいな、もう全部卵じゃん。これ何、これ何、これ何、これランプ、電気を消すと光りますよ。光ってるよ、ちょっとだけ。あ、じゃあカーテンを閉めよう。ほら、光ってるでしょ。うっすらだね、ほんとに。でも夜になったらすっごい明るい。ほんとほんとほんと、光ってる光ってる。これは何、椅子？うん、椅子だよ。これ椅子なんだ、卵の椅子なんだ。うん、これは何だと思う？すごいすごい。着替えるやつ？クローゼット。なになに、どうなんの？着替えよう。イースターなクローゼット。うん、ほら、着替えられる。てか、めちゃくちゃ服持ってるじゃん。そうだよ。他にも卵の服があるから違う服を着てみるね。そうなの？うん、あれ以外にも卵の服があったのか。
おお、靴下かわいいね。卵はあんま関係ないけど。おお、ドレスじゃん。そうだよ。めちゃくちゃ卵のドレス。おお、これもうまさに卵姫じゃないですか。かわいい。靴は他にもあるの？あるよ。え、靴もあるの？ほら、こんなんこんなん。おお、すごいすごい。何色が合いそうですか？あ、ピンクもいいし、青もよかったね。これ全然違うよね。卵かけない。これ全然卵かけない。かけないじゃん。あ、そう、拾っただよ。拾ったやつだ。団子じゃない。あ、いいね。どの色それ？あ、それいいじゃん、それ。それもあんの？すげえ。めちゃくちゃいいじゃん。もう卵だらけだね。そうだよ。完全に卵プリンセスですよ。じゃあこの部屋も見せてあげようか。え、奥にも何かあるの？卵があるの？関係ない。関係ないの？ここ卵じゃないの？だって前置いてた家具をこっちに移動させただけだよ、ほら。うわ、ほんとだ。全然関係ないじゃん。ほら、お母さんのケーキ。ちょっと待ってよ、さっき食べたやつじゃないか。うわ、セーザー、なんでここにあるんだ。さっき食べたはずだぞ、俺が。あらららららら、卵を一切置いてません。見て、ここすごいよ、ほら、なんか何あれ、照明器具、照明器具まであるし、すごいね。あー、いいね。でもまあいい部屋じゃないか。そうだ、カルちゃん、んちなみに卵でさ、作ってない家具はあるの？あるよ。どれどれ、この中で作ってないレシピで言うとどれ？チェックマークがついてる。あ、それか、さっきの俺の作ったやつだね。うん、地面卵集めに行こう、今から。そうだね。うん、それを作ろう。すごいね、出れないね。置かれた。とにかく地割れを探すしかないね。そうだね。よーし。しかもあと1個で揃いそうだったもんね。なんか全然かな。そんなとこになんで。まあいいや。なんかみんなここに集まってる。ほんとだ。あ、島の住人もいっぱいいるな。まだここになんか隠れてる。ガールちゃん、見て見て見て。うわー、あった、早速だよこれ。もしかしてもうこれでコンプリートするかもしんないよ。頑張れ。地面じゃねー。ー何これ、なんで化石ばっか出るの、さっきから。知らないよ。ガールちゃんの島は化石が多いね。そうだよ。あったー。 あー、地面卵。やったー。やった、早速見つかりました。いやー、よかった。もうブランコしてから行こうぜ。友達っちのブランコだよ、それ。ごめんごめん、勝手に乗っちゃった。あ、別にその子は優しいから大丈夫だよ。よかった、よし、行こう。早速それを作っちゃおう。この子だよ、この子。あ、この子、さっきブランコ借りました、すいません。別にいいよ。ブランコか、いいよ。よし、じゃあブランコ作りに行こう。卵の机作りに行こう。なんでブランコ作るんだよ。ブランコ作る。あれ、DIY の台はどこにあるんだい？家の中と、おお、花畑の上でやったら消えちゃう。消えちゃうんだ。よし、じゃあこっちに卵は取っとかないとね。来た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 。もうちょっと前。アナケナが今ほら一緒にこう卵と一緒に動く。アナケナを見せて。逆に邪魔だよ。アナケナを見せて。あいた。ここに置いてます。あったあったあった、よし。やったー、イエーイ。オッケー、こんな感じだね。いやー、いいね。イースターグッズを庭に並べるだけでも楽しそうな場所になるね。そうだね。こりゃ卵をいっぱい集めに行かないと。よし、早速あのジャングルに戻って卵集めに行ってくる。もうないよ。あ、そうか、あそこのジャングル関係なかったわ。もうジャングルにもそもそもないよ。はい、ということで今回は伝説の卵を求めてジャングルに旅立ったところ、イースターイベントをやってたみたいですね。そうだよ、ね、これは本当に卵のグッズが欲しくなる。みんなも急いで集めないと、期間限定ですもんね、うん、いや、もうできる限りね、頑張って集めて全部コンプリートできたらいいなと思ってますけどね、うん、ヨッシーの卵も出てくるかもしれないし。いや、多分出てこないけど。絶対出てこないでしょ。ね、みんなも集めてみてください。じゃあそれじゃあ今回は以上です。この動画が面白かったらグッドボタン押してね。チャンネル登録もよろしくね。他にもたくさん動画があるんで見てください。見てね。それじゃあ次回の動画でまた会おう。バイバイ。バイバイ。